皆さん、見ていただいている方、どうもありがとうございます。今、6月の中旬なんですけど、まだ、アベノマスク届いてないよ。なあ、どういうことやねん。っていうか、どういうことやねんっていう発言もさすの、俺は。安倍総理大したもんやと思う。あれね、最初ね、あんなマスクいるかって思ったの。うん。いらんわ、あんなもんに460円も、60億円か、金かけて。って思うやん。それがね、どん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 まだ届かんかったらね、今度届いてくれって思うようになるのよ。で、やった来たって周りがもう届いてるよみたいな、なんかあの心理を狙ってんのじゃんかな思って、なんか、届くことを楽しみにしてしまう自分が、まあね。さあ、今日は何をするかと言いますと、さあ、これですよ。矢沢永吉さんを語らせていただこうと思っております。前回はですね、中学校時代に、やんちゃくれしながら、まあ、初恋という経験をして、恋をしながら、そしてまた、ラジオから流れるベンチャーズのエレキの音で、影響されて音楽にも目覚めていく。さあ、今回、高校生。1966年に高校入学するんですよ。で、まあ、高校生でも、まあ、アルバイトをしながら、そんで人生設計も、その時は何かおぼろげに何かお金持ちになってやる。自分で自分の飯を食えるようになりたい、みたいな。この時は、なんかこう、板金屋になることを、志してた。らしい。まあ、音楽もやりながら、でも本気でそこまで音楽まで言うから、やっぱりどっちか言ったら、あ、自分の人生設計は、人よりこう上に立ちたい、こうお金をこう、稼ぐ人になりたい、みたいなところがおぼろげにあった。その高校時代の時に、友達が、岡山で、キャバレーを3軒ぐらい経営してる社長の愛人の、弟さんが友達にいてて、えいちゃんの、その弟が、矢沢ちょっと岡山へ遊びに行こうよって、そこの社長のところに遊びに行ったらしい。まあ、えいちゃんもそういう社長とかなんかそういうところに何かこうアンテナを張ってたんやろね。おー、行こうよみたいなんで行ったんやろね。ほんでまあ、その時に社長さんに、おったんやろね。その時に、まあ、えいちゃんその成り上がりに書いてたけど、もうその時から俺は大人の人を喜ばせるコツを知ってたと。もうサービストークができるやと。例えば、これ社長一人で作られたんですかとか、そんな言われた社長とか嬉しいやん。マジっすかとかね。裸一貫でここまでやるのはすごいっすね。とかで、えいちゃんとやっぱり言うてたよね。なま、社長も気持ちいいし、おー、そうだそうだ、言うと、お前、高青年だな、みたいに言われたらしい。お前はな、目つきは普通の高校生とちゃう。目の奥に輝きがあるとかで言われたへんで。ほんで、えらい気に入られて、帰り1万円くれて、ほんでも帰れって、その時この本を読めって言うて、人の上に立つにはみたいな本をくれたらしい。それをなんかおぼろげにもこう読んでたらしい。それがまあ、後にも影響されたみたい。やっぱり人の上に立つにはこういう心遣いがいるわ、とか。じゃあ、女性に、例えば、花を持って月に一回、家に帰ってくるとか、それを未だに俺は、女房に月一回花を渡すのはこれの本の影響だよ、みたいな。やっぱり、その、高校時代からなんか、そういう、本能的に自分が、そう上に立つにはどうしようか、みたいなところはあったんやろね。あと、その時愛読してたのが、ケネディという本を読んでたらしい、高校時代に。ほんで、まあ、一つの、動機はなんでそんな本読むかって言ったら、そういう本読んでたら、かっこいいじゃん、みたいな。その発想。その発想は俺もあったわ。なんか目悪くもないけど、メガネかけて、本読んでて、この、なんていうんかな、こういう絵が、なんかこう、もう、かっこいい、みたいなところから入ってくる、みたいな、なんかその感覚、なんかわかるような気がしますわ。で、その後に、まあ、高校2年生ぐらいの時、ラジオから流れるビートルズを、聞いた時にもう、ガーッと入って、もう気持ちがガチン固まった。俺は、もうこの世界でトップに立つっていうロックの世界に行くってもう決めたのが、このビートルズのサウンドがきっかけになったと。まあ、このね、ビートルズのサウンドでね、それぞれが影響されてね、
いろんなアーティストがプロになった人いっぱいおるやろねっていう世界中に影響を与えたビートルズってやっぱすげえよな。まあ、後にビートルズのサウンドにどうしてもっていう矢沢永吉さんの苦悩みたいな部分は後にまたちょっと話させていただきますわ。まあ、その時に、よし、俺はもうこの世界でって決めた時、その時からもう高校生活、アルバイトだったり何であったり、全部そこにターゲットの向けての、生き方やから何の苦しさもなかったし、楽しいことばかりだったみたいな感じだったらしい。まあ授業も受けるのも勉強とかあんまり好きじゃないけど、全部こうなんか必要性を絞ってたらしい。例えば、数学はさ、足し算、掛け算、引き算、割り算はいるじゃん。でも因数分解、ほぼいらねえじゃん。でも高校時代にも決めてたらしい。で、国語は漢字、カタカナ、これ絶対いるよ。でも古典ってさ、現実的に世の中で使うの約も 5% ぐらいしかないわけ。ああ、だから古典いらない、みたいな。まあ、そのロックの世界で頂点に立つには、みたいな必要な部分は、こう、分けていくんやろ。で、地理。地理はさ、行って、覚えていくわけ。例えばさ、四国の高知行った時、あ、こういう砂浜があるんだ、桂浜が、桂浜って言ったら坂本龍馬とか、行って覚えていくわけ。で、体で覚えていこうって、思ったらしい。で、英語はなんとなく必要じゃんみたいな感覚はあったみたい。だから、そういうなんか本能があったんやろね。自分がこう目的に向かっていくには、これとこれがいる。これは必要ないよ。とか言って。で、こう、すべてがこう、全部が、明日、明日、次、次ってこう見ていく自分の、ポジティブな考え。が、すごくこう培ってきたんやろね。だから、A ちゃんが後に話したけど、若者がこう自殺したりとか、そういう部分でいうのは、もう自分の世界はない。もう生まれ変われば新しい世界が見えるかもっていうところに自殺という言葉で、人生の門出だと思ってるやつが、多いんかもわかんないよね。とか言って、A ちゃんは言ってるわけ。でも、俺は違うのよって。もう明日が次、新しい世界って、どん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 明日って考えていくわけ。そしたら、もう自分の夢っていうのは誰にも邪魔されないし、それに対して、現実的に何が必要っていうところを揃えていけば、絶対近づいていくんだよっていう、これを高校時代から、なんかこう感覚を持っていたっていうのは、やっぱすごいよね。そんで、まあ、売れてから、俺は、奥さんにも俺は、広島の矢沢じゃないよって、常に言ってたらしい。ふるさとなのに。それは、矢沢は、えいちゃんというのはもう、ガキの頃も、親戚中たらい回しにさして、されたり、そんで、邪魔者扱いされたりとか、で、東京行くときに俺、東京行ってくるよって言ったときに、それがどうした？へえみたいな風に身内にバッと言われた時に、くっそーって見とけって思って、俺が売れた時にも矢沢を名乗るなみたいな感じで、だから、一時、ふるさとに帰って、自分が関係する写真とか全部を回収したらしい。矢沢を名乗るなっていう。だからもうなんか、反骨というか、すごく広島が憎かったよね。奥さんにも一回言われたことがある。もうあなたはもっと憎むのはやめなさい。疲れるでしょって。でもその憎むからこそクソっていうからこそ頑張れたっていうのもあるし、俺は思うけど、俺もなんとなくそういう田舎に対してもすごく思うの。俺も武井っていうのを名乗るなよって。俺が一番だよと。だから俺はこう命かけてるんだよっていうのもあるんだけど、でもね、それってね、広島を好きになりたいからやと思う。好きになるには、このままの自分では好きになれない。絶対上に立たなあかんと思って、一旦その時から山から降りてきて、広島を好きになろうのためにずっと生きてはった人かなって思います。さあ、その、ね、ロックの世界でスーパースターになったと心に決めて、卒業式を迎えて、その前に行く前に、チク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 、盲腸。痛い、痛い、痛いってなったの。行く前に。さあ、その話ちょっと後からしよう。ネタ見てください。どうぞ。ようこそ、
結論から言おうか。これが令和の54歳。どう？54歳の俺、どんな感じか教えるね。あのさ、54歳の俺が自分の歳と同じ女性に生まれ変わったらどうするか聞きたい？子供はままごとをやり始めるじゃん。若者はキャバクラで働き出すじゃん。お年寄りは変化の違いを感じないじゃん。その中間、54歳の俺。なんかイライラする。あのさ、54歳の俺が高校教師になったらどうするか聞きたい？子供は全授業をドッジボールにするじゃん。若者は生徒との禁断の恋が始まるじゃん。お年寄りは職員室からやっと教室に着いたらもう授業終わってるじゃん。その中間54歳の俺、熱血教師になって体罰で即クビじゃん。あのさ、54歳の俺がのび太になってドラえもんに何をお願いするか聞きたい？子供は竹子豚を出してとお願いするじゃん。若者は自宅にタダで Wi-Fi を飛ばせとお願いするじゃん。お年寄りは歯のインプラントをお願いするじゃん。その中間54歳の俺、長ズボン出してってお願いするじゃん。痛い痛いと病院行ったら、君これ盲腸だよって言われて、薬で散らすかって、散らすってどういうことって言ったら、もうこう散らして、じゃあそれ切ったらどうなるの？あ、切ったらもう二度と出てこないよ。じゃあそれ切ってほしいよ。いくらいるのって言ったら5万円って言われて、今までアルバイトで貯めたお金、それは東京行く資金に使おうと思ってたんやけど、それを使って切ることを決意した。なんでか言ったら、今からさ、戦いに東京に行くのにさ、痛い痛いとこんなものがあったら戦闘態勢取れないじゃん、だったら切ろうよって。もうこの時から建設的やったよね。現実に向かうために何が必要、何が不必要みたいなところを A ちゃんはあったんやろね。ほんで5万円はたいて切ってもらって、で入院してて、ほんで卒業式を迎えて、本当は退院したらあかんないけど、卒業式を退院してバイクで遅れて行って学校に行って卒業証書をもらって、それを破り捨てて、いざ広島を離れて東京へ。ね、その前におばあちゃんの、おばあちゃん行ってくる、おばあちゃんが買ってくれたドラム預かっとってくれ、行ってくるよって、栄吉少ないけどって、5万円おばあちゃんからもらって、それを握りしめて、いざ容疑者に乗って広島を離れる。ロックスーパースターへの道のりの戦闘開始。この後の話はまた今度します。また明日。チャンネル登録、ツイッターフォロー、メールメッセージお待ちしております。高評価、いいね、お願いします。